こんにちは。今お昼です。10月の1日です。冒頭5900円からソフトバンクグループの株価が暴落しており、なんと、昨日ね、4900円ぴったりでございました。1000円落ちたんだね。日経が黒点するけどさ、これどうなるよって。投資一体どうするのっていうことについて動画を作りました。お付き合いください。これがね、8月から現在に至るソフトバンクグループの冷やしなんだけど、ドーンと上がってさ、はい、これぴったり5900円の割値。そこから、昨日ね、終わり値が4900円のぴったんこ。なんか作為を感じるんだけどね、ってちょっと思ってて、でこれにつきまして、冒頭5900円から暴落4900円に落っこちゃったけど、いいニュースと悪いニュースが出てたんで、それをちょっとね、もう一回確認していきましょう。で、良いニュース、悪いニュースをチャートでちょっと検証してみましょうね。反応してるかなって。で、2級の黒点ってね、多分確定してるんじゃないかってね。昨日の株価のね、状態で決算書を作りますからね。ソフトバンクグループは投資会社なので。昨日の状態を見ると、大体黒点するのはね、わかるわけですよ。でここちょっと確認しつつですよ、孫さんは今何やってるのって、倒産回避を最優先に行動されてるんだなっていうことをね、確認していきましょう。まずね、ニュースから確認していきます。いいニュースと悪いニュースがありましたね。まずは良いニュースからと、外貨建ての社債を買い入れますよってね。でね、約2500億円分ね、負債を削減し、財務状態の改善を図るぞよということでございます。で、これにつきましては、市場がね、いい風に反応し、5000台回復だよってね、節目の5000台を終値で下回ったが、一転し今日は買い戻しが顕著となっているって感じで、5000円回復、節目をね、もう一回取り戻したぜっていうことなんですけども、はい、これ5000円台回復もこれ幻になっちゃったね。これ3日間の株価の動きを見ると面白いんで確認していきましょうね、チャートで後でね。で、はい、人員削減、悪い話でございます。守りを固めるぞと、ビジョンファンドがさ、もう新しく新規投資はもう控えるような感じにするんで、人員削減しなきゃねって話がね、決算発表であったんですけれども、とうとうやるよと。少なくとも3割。で、一部ではね、5割も減らせってね、主張しているということでございます。私はもうこっちでいいかなと思うんですよ。優秀な方々ですからね、ソフトバンクグループにしがみつくまでもなく、上手に転職できるんでしょうよ。はい。で、ほら、なんと、今度は、社員もリストラするけれど、副社長全員が会社を去る事態になりましたって報道がありましたね。かつて副社長は3人いずれも孫正義会長兼社長の後継者候補と目されていたんだけども、とうとう3人ともいなくなりましたってね、ことですね。はい。そしてさらに損切りも進めております。スウェーデン新地の全保有株式を売却しますっていうことですね。 AI ユニコーンにたくさん投資してるんだけれども、これあかんというところについてはもう早めに損切りしてるんですね。で、損切りで守りを固めておくよって、投資も控えます、損切りも早めにやっちゃうって、負債も圧縮するし、従業員も3割以上カットして、さらに副社長も辞めちゃったっていう状況、これじゃ株価は上がんないや。はい。で、ちょっとね、この良いニュース悪いニュースをチャートで検証してみましょうよ。で、ちなみにこちらがね、9月29日の終わり値、490円なんですけれども、配当落ちがありましたよね、28日ね。で、中間配当が22円ですけれども、もう 100いくら落っこっちゃってる、あんまり関係ないね、配当落ちも何も。で、信用倍率ですか、3倍ぐらいで、まあ、正常な範囲ですっていう、まあ、こんなような状況ですよ。一旦まあちょっとふーって落ち着いたかって感じがしますよね。で、そこに至る道すがらちょっともう一回確認してみましょう。これがね、ソフトバンクグループのコロナの底から1万円超えてって現在に至るところの週足でございます。で、今どういう状況かというと、ここですね。一番高いのと一番下低いところの、3分の2ぐらいまで下げていって、ここでわちゃわちゃやってるよと。もう十分下げ切ったって感じがしますよね。で、はい。まあ割安感があるんですけどね、とても。
これは何かと言いますと、100日間のソフトバンクグループの冷やしを取ってきて、でその100日前に今の株価をスライドさせたのがこの黄色い線でございます。これチコンスパンって言うんですけどね、これ何をやってるのというと、これこの株価にこの黄色いのが絡まって下に落ちてるでしょう。これね、100日前に買った人の気持ちを考えてくださいよ。100日前に買った人が同じ株価になってるんで、そこに引きずられてて、こう株価が下がってるよっていうような一つの考え方がありましてね。で、このまま行くと4800円はあるんじゃないかなっていうちょっと一つの根拠なんですけれども、これね、下まで行ったらまた上に上がってくるかもしれないなっていう期待も込めつつです。100日前に買った人が今の株価にぴったりになっちゃったんで、やれやれ売りというかね、同値撤退ですよね。買った値段で売って逃げちゃおうっていうような心理の人が、こういう行動を取るぞっていうことで、まあ、理論的にこれ成立するよっていうことについては、結構ね、メジャーな考え方なんですよね。同値撤退ラインに沿って、4800割っていくんだけども、その後また上に上がっていくよっていうのはね、考え方の根拠の一つですね、これ。さてさて、どうなることかということでございます。はい。で、なんで4800に向かうのかってところをもう一つ考え方をね、重ねていくと、これは一目均衡表です。この詳細はもう全然もう知らなくていいから、どう見たってこれ下に行くよって感じがしてて、三役逆転調でございます。先ほどのチコスパンをこれ26日に直したものなんだけど、はい、しっかり株価を下抜いており、この白いのがね、基準線、この緑のが転換線、基準線を転換線が下回ると。で、株価も雲の下に抜けてるから、しっかり三役逆転で強い下落の方向が出てますと。そして、このボリンジャーバンドね、1シグマ、2シグマっていうのがあるんだけど、この2シグマラインをね、大きく外に割って下がってるから、ものすげえ勢いで下がってるって。これはもう細かいことはいりませんからね。私がこう偉そうなことを言うまでもなく、これどう見たって下に向かってるじゃんって。もうそれで十分だと思いますよ。だからね、これから株価が急回復するよりも、このまんま下に向かう可能性が高いよっていうことさえ感じていただければ結構でございます。はい。で、今これほら、何をね、見たいかというと、直近の3日間の詳細をこれから見ていきたいわけですよ。報道でね、5000円回復って言ったってさ、報道だけ見ててもやっぱダメだよね。で、これがね、この直近3日間の5分足でございますよと。でね、これ、4900円を、一昨日から下回ってたわけですよ。で、盛り返したんですけどね。そして、5000円台復帰っていう、先ほどの記事がこのことね。5000円台しっかり回復してますよね、この辺で。でもね、直近、昨日ね、こんな感じでさ、また4900円を下回っちゃったわけですよ。ほいで、ほら、3日前のここのこの下回り状況よりも、昨日の下回り状況の方がより下回ってるじゃない？だからね、下落の方向に力が働いてるねってことが伺い知れるわけですよね。そしてびっくりしたのがね、これ5分足だから最後の5分でこんだけ出来方が出てるわけですよ。ポヨーンってこれ。異常にすごいね、これ。えらいことになっちゃってるなってことがお分かりいただけますかね。これ作為を感じるな。誰かが何か企んだんでこういう取引したんだろうな。で、これ1分足にちょっともっと拡大していきますよ。なんと、この、ほら、最後の1分で、こうピタッと4900円に張り付き、出来高がドカーンとできたわけですね。なんだかな、これ4900円割ると困っちゃう人がいたんだろうね。なんか作為的なことをやってる、なんか作為を感じるな。はい。で、まあ、そのチャートを確認した上でですよ。2級黒点は、確定の見込みなんだけどね。なんだかな、その株価をね、こう、なんかこう、いじってる人がいるのかなっていう雰囲気をね、抱きつつですよ。あんまりこれ触りたく、違うの、中に入りたくないなっていう気分が、あるので、っていうことね。で、直近のこれ、ナスダックのね、ちょっとのチャートなんですけども、これもね、ざらっと、あんまり真面目に見ないでね、薄めてみてください、固めでもいいや。今これ、ほら、週足でさ、コロナの底と、コロナから回復とで、現在のところを見てるんだけども、これ、フィボナッチっていうのがあってね、世界中の人がここを意識してるラインがあるんですよ。
でね、ほら、この2分の1を割っちゃったから、ね、11421割っちゃったから、次皆さんね、10291ポイント、このあたりをね、世界中の人がフィボナッチで見てるのね、ここが意識されてるんだよ。で、その前に大台のラインの1万500ポイントがあるからね、ここをね、サポートで跳ね返すのか抜くのかってことが着目されてるわけですけれどもね、これどうやったってしたかなって、ちょっとさっきね、知ったかぶって話をしましたけども、三役逆転な状態になってるわけですよ。だからね、しっかりもう下落のトレンドが出てます。で、パーフェクトオーダーってやつですね、長期戦、中期戦、短期戦の順番になっているから、しっかりね、下落のトレンドが出てますよって状況です。これどう見たってまた下だよねっていう状況なわけですね。で、ナスダックの総合指数ってさ、ソフトバンクグループは投資会社って AI を中心に投資してるから、ナスダックの影響を受けるよねってね、前お話ししたんです。で、1級の時に、それは大赤字になるよねってことだったんだけど、これ3月31日の時に1万4000ポイントぐらいだったのが、ほら、1級の末ね、6月の末で1万1000ポイントまで下がってるわけですよ。この市況の影響がもろにソフトバンクグループにの影響して、で、大赤字になっちゃったわけですね。でと、1級大赤字なんだけど、今度2級はね、だいたいここあたりをね、スタートラインとして考えりゃいいからね。1万1000ポイントよりも、うんと上がってればプラスになるし、1万1000ポイントをまたさらに下回るんだったら、その下回った分がね、損になるんだけど、もうここまで下がれば大して下がれはしないよっていう話をね、昔したの。で、2級のスタートは低いところからだから有利だよってね。ほいで、1万1000ポイントまで、このぐらいさ、余裕があるよねってね。いうことで、ここまで落ちたらプラマイゼロラインだよってね。で、じゃあちょっと見てみましょう。直近どうなったのっていうと、ほら、1万1000ポイントちょっと下回ってるだけでしょ。だから1級はえらいひどい目にあったけど、2級はもうこれ傷が浅いですよと。こうなりゃもう2級の爆撃は決定かなって思うんですけども、ほら、ちょっとこの報道をもう一回確認しましょうね。ソフトバンクグループは15日と、ほら、上振れしたよってね、アリババで利益を計上することができるんだけども、上振れましたという記事が追加で出たわけですよ。単体でね、2兆4000億のつもりだったのがよ、それが上振れて2兆6000億になりましたと。となれば連結ベースで当初予定の4兆6000億円の利益をこれ間違いなくいけますよってことがね、言えるわけですね。だって単体で上振れてるんだもん。じゃあ4兆6000億円の利益がドーンと計上されて、市況はね、1級末から対してね、悪化してないから、それはプラスになるでしょうよ。でと、はい。1級決算の大赤字だったんで、ズドーンと落ちたんですけども、その際人が悪いなと思ったよ。その決算発表の時には言わなかったんだけどね、その直後にアリババで4兆円利益が出るよって言った瞬間に爆上がったわけですよ、ドカーンと。で、ここのこの爆上がりた時の、その冒頭の時の終わり値が5900円ね。測ったように5900円。ありえるのかな？で、2級の決算発表が11月初旬にあるんですけれども、黒点で爆上がるんじゃないかなってね、いう期待がこうありますよね。でも、そうは言ってもさ、今はもう三役逆転で、西グマ超えのものすげえ下落状態でしょう。こういう状況で私ね、ちょっと買えない。怖くて買えない。で、投資どうするのってことなんですよね、要はね。私はもう安全に行くよ。で、アリババの4兆円でクレタの見込み、これはまず間違いないでしょうよ。えらい爆撃になると思うんだけど、負債を圧縮してますよと、人員削減してますよと、損切りもやってますよと、一生懸命今もうね、生き残りを図ってるわけですよね。なんとかして倒産を回避するぞっていうような状態の会社になってるわけですね。で、2級は黒点するでしょう。そして、アーム上場で、まあ、爆上げを私はね、期待してるんですけどね。ただ、今株買うかっていうとね、難しいや。私はもう、孫さんには社債を大量に買わせていただいて応援してるので、次の金融相場までまだね、社債で行こうかなと思ってます。
で、12月の借り換えがあるんです。普通社債の償還があるからね。それに向けて10月ぐらいに、社債の募集があるんじゃないかなと思っていて、どうしたもんかということで今見てますよ。で、株を思いっきり買っちゃうと社債ね、買いにくいしねってことで、今は社債かなと思ってて、10月の募集を楽しみに待ってるって感じでございます。あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。